まず後ろから3番の松岡が菅原を連れてゆっくりと上昇開始九州勢が後ろから前を押さえに行って残り8 0の1コーナー1番の伊藤はここは行かせて現在3番手一方2番の岡崎は6番手になりました打賞の周回の2コーナーからバックストレッチ3番の松岡が先頭に代わって流しています 3番手キープが1番の伊藤そして5番手で2番の岡崎さあこの辺り岡崎今のところ仕掛けはありません3番の松岡がかける展開となりまして3番手後ろを振り返っているのが1番の伊藤です さあ中部近畿勢が3大勢の動きを目で確認しながら最終の2コーナーからバックスレッチ2番手、6番の菅原も車間を切って対応していくさあ、菅原が番手から縦に踏んでいってそのアウトコースは1番の伊藤ここはまくり合戦となりましたあとは外から2番の岡崎も縦に踏んで4コーナーから直線先頭は1番の伊藤外から一気に4番の表原さらには2番の岡崎圭介